こんにちは、レオです。皆さん、 Amazon Go ってご存知ですか？多分ね、日本でもだいぶ話題になったと思うので、 Amazon Go ご存知だと思います。 Amazon Go っていうのはシアトルの Amazon 本社の1階にある無人のコンビニエンスストアです。お客さんは好きなものを手に取ってお金を払わずにお店を出ます。頭上のセンサーが全てのお客さんの行動を追跡しているので、支払いは全部自動で完了します。いや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 、それ本当に機能すんの？ということで、今回は Amazon Go が実際にどんなんだったかを現地からレポートしたいと思います。Amazon Go で買い物をするためには、まずお店に入店します。Amazon Go アカウントで、ここでね、タップして、これをタップというかピーって読み込ませて入ってるらしいです。行ってきます。 Wi-Fi もあったよ。確かに。 Do you have an app on you? Oh. All right, thank you.いけた？あ、ハローって来たんだ。もうアプリ閉じていいですよ。なるほど。こんな感じです。ありがとう。すごない？全然全く苦じゃないよね。なんかアプリダウンロードさえしておけば普通にピッてやって入るだけだし、入店したら商品を選んで手に取って店を出るだけです。多分まだ来てないけど、多分またこれ請求、ちょっと待ったら請求が来る感じで。で、気になるのは本当にこれ機能するのかっていうところだと思います。でね、実は僕たちが行った時に意図せずやってしまった実験があるので、実際にそれを見ていただくのが早いと思います。なので、その VTR ご覧ください。店を出て10分ぐらいかな、今15分ぐらいかな、うん、多分ね15分ぐらい。Amazon Go からお知らせが来ました。 Amazon Go アプリでね、うん、で、これがレシートになってます。はい。Wait! はい、レシート来ました。で、見てみるとね、まず最初に Amazon Go、うん、なんちゃらダークチョコレートバー、オーガニック 70%、 これ3つ僕買いました、はい、で2つ目アマゾンミール、ベトナミーズヌードル買いました。で3つ目このヨーグルトドリンク買いました。4つ目買ってません。これマジで、マジな話、チョコレート3つでしょ。チョコレート買ってよ。これベトナミーズヌードル買ってよ、うん、買った買った。はい、ベリー買った買っただけなんだよ。うわ、やっぱり完璧ではない。完璧ではない、完璧ではないことが分かってしまった。これはブチ切れもんですね。なぜだろう、俺の方にもしかして入ってないのってあるかな。はい、何が映ってますか。レシート購入品3点、はい、マグカップ、はい、チョコレート、はい、ミールキット、はい、ヨーグルト入ってません。ヨーグルト入ってない。じゃあフミヤ君のやつが俺に入ってるんだ。そう、なぜ、どこで間違ったんだ。俺自分で取ったよね、ヨーグルト取ったよ、うん、なのにレオ君が取ったことになってる、うん、ってことはもしかしたらすごい近くにいる人が同時に手伸ばしたりとか、うん、すると混乱するかな。すると混乱する可能性がある。ありえる。3つしか買ってないことになってます。まあでも、じゃあトータルで、トータルでそういうことならいいけど、あれだけ人がいっぱいあのお店のスペースにいれば、うん、同じこと起きうるよね。確かに。だから俺らだからいいけど、うん、なんか別の知らん人でそういうことが起きてたら、うんうん、なんか例えばさ、なんかドラマじゃないけどさ、なんかこうやって俺が一つのプロダクト、ヨーグルトにさ手を伸ばしてさ、ヨーグルトがここにプロダクトが置いてあってさ、でさ、あの俺がさフラフラって歩いてきてさ、こういうふうに撮って、
みたいな、なんかそのなんだその茶碗、どんな茶碗だよ。いや、なんかこうそこでね手が触れ合って、うん、こう運命的な出会いを果たしたと思ったら、帰ってみたらレシートに相手のやつの、相手が取ったはずのヨーグルトドリンクまで自分に加算されててイラッとして、それで出会いが消滅する可能性もなくはないよね。そんな話がもうなくないよね。まあなんだろう、だからパーフェクトじゃないけど限りなく、まあ相当俺らさ、うん、なんか撮影をしてたし、うん、なんか俺なんてさ、一回これ一回この中に全部入れた、プロダクト入れた後に全部出して、でサムネイルのためにこう、棚の上に置いてたから、サムネのためにこうやって写真を撮って、うん、でまた戻してごちゃ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 本当にやってたから、まあその、うん、それをやった上でトータルで数が合ってるんだから、うん、まあ全然いい方だけど、そうだ、ね、全然いい方だけど 100% ではないね。まあでも面白いね。ね、うん、面白い、面白かった。ちなみにこれちゃんと、うん、もうこの2人の間だからいいけど、うん、実際にこういうのが起きて申告できるんですかね。コンタクト us about the trip. Learn more about refund. How do I return an item? How do I request a refund? Do not require you to return an item to the store if you... え、どういうこと。え、でもそのさ、 Should I return the item after I've requested a refund でさ、refunds do not require you to return an item in... ね、どういうこと。じゃあもう返品しなくていいけど商品の代金を返しますよってことになるのかな。 What? どういうこと。こういう、こういうようなんだ、ね、スワイプでできるってことだね。はいはいはい、すごすぎでしょこれ。このアプリ、これがレシートなんだけど、こいつを買ってないですよ僕はね。だからこいつをこうやると、はい、リファンドっていうのが出てくる。リファンドって何これ。もう一個センドフィードバックっていうのが出てきます。ちょっと押してみるわ俺、だって買ってないもん俺。 There was a problem with this item. I didn't take it. I didn't take it がある、これ。うーん、ちょっと心痛むな。でもこれね、トータルではやらないけど、やらないけど、これでリクエストリファウンドってやると、リファウンドできるらしい、うん、っていう感じだね。衝撃、アマゾンお金あるね。ね、これ全部もう本当にそういう制約説に基づいたとしてもいいぐらい、うん、こう全部を経費として実験として今後の店舗のためにやってるんだろうね。そうだね、だから1店舗しかまだやってないし、うん、まあ、逆に言ったら1店舗で365日人が全部来て全部赤字になっても、まあ、期待値はあると思うけど、うん、でもまあそこ下、ま、そこを何上回るリファウンドじゃなければもう全然いいですよ、赤字で計上しますよっていう感じなんだろうね、うん、未来に投資しまくってんね。なんかその テクノロジーの実験だけじゃなくてさ、うん、その社会実験だよね。人がどういうふうにこれをやったらリアクトするかとかさ、なんかだからこれで事例としてこのなんかリファンド率とかで事例を見て、ね、なんだろうな、このあと他の店舗に広げていくってことだろうね、うん、ホールフーズとかね、そういうことね。Amazon GO の面積はほとんどコンビニサイズなので、そんなに大きい店舗ではありません。売っているものもランチに食べるようなもの、スナックに食べられるようなものが中心で、あとはアルコールを含むドリンク類と Amazon GO グッズのお土産でした。Amazon GO に行ったら絶対買ってほしいのがこのミールボックスです。これについては実食レビューをしたのでご覧ください。ちょっとね、これ Amazon GO で買ってきたベトナミーズヌードル、パックみたいなね、2人分ベトナミーズヌードルが作れるっていうパックなんですけど、これ結構想像以上なんです。これ開けるとね、いろんなものが入ってるっていう、あのリストが入ってます。
で2人分で30分でできますよということで、で裏にはあのどうやって作るのかっていう手順のペーパーが入ってました。でもこのクオリティからして結構のものなんだけど、もう入ってる入り方がさ、パクチーのさ、ミントタイバジルだってこれキュウリが2つ、レモングラスラム、シュガー、フライドオニオン、キャロット、人参です、ラディッシュです、これ大根だね、レタス、これがヌードル、ライスヌードル、ノクチャムドレッシング、こっちがライスビネガー。これすごくない？まずなんかデザインがかっこいいしね。これがペッパーです。豚肉です。 180g 2つ入ってるそうです。最初からなんか液についてつけ浸されてる状態のあのお肉が入っていました。あのちょっと感動してます。なんだろう、デザインがかっこいいしテンション上がるよね。これ1箱で 2食分で19ドルだったんですよ。だから1食10ドルぐらいで、決してね、じゃあ結局ここから家で作るものなので、それで10ドルということは安いとは言えないけど、でもこうやってフレッシュなさ状態でさ、こういうのが入ってきて、これをちょちょっとちゃんとレシピ通り作るだけでいいですよっていうので、しかもねこんなにこう整頓されて入っているというのはね、僕的にはすごい興奮しました。すごいいいですねこれ、おすすめします。ということでいかがでしたでしょうか。 Amazon Go、 確かに動画内でお届けしたようにちょっとしたミス、まだポッカがあります。でもね、こんだけ今の時点でできたら今後どうなっていくんだろうみたいな、そういった未来を体験するためにもぜひ行ってもらいたいです。シアトルに行ったらぜひ行ってください。ちょっと行きづらいけれども、バスに乗ってでもレンタカー借りてでも行く価値があると思います。それぐらいぜひ行ってほしい場所です。ということで本日の動画は以上なんですけれども、最後に Amazon Go にもし車で行かれる方のために、近隣の駐車場についてのおすすめポイントが一つあるので、僕たちの失敗ポイントを踏まえて、おすすめの駐車場があるので、それをご覧いただきながらお別れとしたいと思います。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ちょっと聞いて、ここ今僕たちね2時間駐車してたんですけど、2時間で18ドル、18ドル、日本円にして2000いくら？わかんないけど、ここねアマゾン GO の近くに止めたんだけど、アマゾン GO の近くってそんなにダウンタウンじゃないからちょっと高いよね。高いね、ちょっと高い。
はい、皆さん聞いてください。戻ってきて、いて別のね、Amazon GO の近くの別の駐車場、ここ、はい、駐車場があります。路面の、路面じゃないわ、その何、ワンフロアの駐車場っていうか、グラウンドフロアの駐車場ね、来たらね、ここなんと、10時間で5ドル。さっきの場所、さっきの場所2時間くらいだよね、あれね、2時間で18ドル、ここ10時間で5ドル。みんな絶対ここ止めてください。ここロケーションね、多分僕どっかにここテロップ入っときます。絶対ここ止めてね。以上。オッケー、行きましょう。行きましょう。